父親はもう捜査されて発表になってるから、そのことは別にご調理ですか。はい、いや、捜査されたって、まあ、彼も同じこと言ってるんだけど、プロスの話を読んでも、まあ、俺は詐欺じゃ負けないって言ってるらしいから、はい、それを受けて、まあ、皆さんも来て一枚になるのは電車に乗られるように酒飲んでて、はい、そこはちょっと皆さんに会ってるでしょ。そう、酒飲んでたちは、まあ、藤原にも負けないし、まあ、藤原選手も一緒に負けないけどさ、あとの2人には負けない、絶対負けないチームがあるから、はい、そこをピシッとアピールしてね、はい、試合は当日ね、お客さんに見せてもらって、はい、お客さんの、お客さんが判定すればいいんだろう、はい、もうそこはことにガツガツね、はい、あとは知り合いもらって、どういう集大をしてくれるかによって、あの皆さんの基準が大きいなんだ。お前にかかってからな、分かってる。あちゃん、どんぶりも作れる。どんぶり、はい、はい、3つで、俺はあのちょっといろいろ考えることもあるけど、発言を間違えちゃいけないから。え、天竜さんは分かる。俺はあの酒飲まないよ、のアルコール飲まれることあるけど、はあ、今受けた、はい、今受けたのにお前は何と受けられない。お前、どうだっけ、普段は
とあの梅酒をちびっと2杯飲んだら真っ赤っかになるようなことなんですけどね。ちょうど飲んで若くなるちょうどお酒が強いってことで自分で弱いってのは間違いないですよ。楽しいだけは何でもいいよ。楽しいだけは自分で登らないとね、あのガッと落ちた時にあの頑張る力がないから、みんなのグッてことすると抑えるじゃない。飲ましちゃいけない。そういう時は力があって登るとね、そのボールの時に頑張ろうと、ここを知って頑張ろうと思わなきゃ、ここを知ってるからこの時頑張れるんで、みんなここにいるとこう抑えようとするからこうなった時にここを持ってここの病を知らないから頑張れない。だからここの時はもうほとんど登れた方がいい。そうするとこうなった時にそこを知ってると頑張れるから、またこうなってやろうと思うじゃない。あの無理やり気づかなくてもいい。スマッシュはね、特に気づかなくて好きになった方が自分のキャラクターであります。雑誌でやるんだろうね、これで。なんで、なんであの子ないとそういう話があって、恥じりがそういうの持ってるからね。しゅうちゃん、ちょっと物が手にかかってきて。そうだよ、この試合前にもいっぱい食って飲んでから、あの藤原選手やった方がいいよ。どっちみち藤原選手いっぱい飲んできてんだから負けるね、負けないよね。知らないんだと思ってビビっちゃって、僕カンドリはね、俺の選手だけどね、あれは化粧が落ちただけの話だよ。化粧が落ちた、あれはだけど、トースポの人が一番よく知ってる。俺の雑誌の人たち何にもしてないよ。俺は試合終わったら、化粧が落ちたらあの子になってくる話だよ。あれをね、すぐ人のせいにするね、俺に怒られるとかって言うけどね、化粧が落ちただけの話だよ。じゃあ普段はあったんですか。そう、普段はあれだよ。言ってるカンドリは悪いんだよ、ね、人のせいにしようってその時俺はめちゃめちゃ頭きちゃう。Thank you.
何もしてない、とても悪いね、あの試合何もしてないんだ。